小金花は、シソカタツナミ草属の多年草で、ロシアの極東地方から、モンゴル、中国北部、朝鮮半島にかけて分布する。生葉が細いので、小金柳とも言う。草丈30から60センチメートル。茎は、上部は直立するが、基部は横に匍匐する。葉は耐性で、全縁、無柄。花は夏に、水上過剰なして咲き。 青紫色の神経花を体勢で咲かせる。和美王の黄金花は花の色とは関係なく根の断面が鮮やかな黄色をしているために付けられた。ただし個体によって皮色や褐色のものもある。徳川吉宗の頃、朝鮮から種子が導入され、小石川養生所で栽培されたのが日本での栽培の最初とされている。根の周川を取り除き乾燥させたものを 黄金という。主要成分はフラボノイドのバイカリンや黄金ニンなど。薬味としては比較的よく使われている。漢方では、性熱薬に属し、小細固油や細固下流骨下球など細胡材に分類される漢方処方群に配合されている。漢方薬による膀胱炎は、小細固油、細固形脂油、細木油、 サイレー油などのサイコ剤によるという報告が多く、アレルギー性膀胱炎や抗酸球性、膀胱炎などが報告されているほか、1990年代前半には、慢性肝炎の患者に対して、詳細胱油が一律に投与されたため、間質性肺炎が多く発症した。当時国内で20万人ほどの慢性肝炎の患者が詳細胱油を服用したが、 1> 約1万人に1人が間質性肺炎を発症し、うち約10人に1人が死亡した。副作用を引き起こす漢方薬の多くは、その構成条約として黄金を含んでいる。ただし、黄金がそれぞれの漢方薬の中で重要な役割を果たしており、不可欠であるため、処方から黄金を除けばいいというわけではない。ありがとうございます。